誰のため遠くまで走り続けるの、それは大人になるための。走る風と太陽を浴びて、僕は今小さな戦士になる。強く空に掲げた腕は、どんな未来だって切り開くさ。砂煙に揺れる蜃気楼はどこかにある。飛び越え君と探しに行こう。胸いっぱい抱きしめた熱いときめきは、無限大の吹雪になる。倒れても何度でもまた走り出すよ。あの日の答え見つけるんだ。どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。はい、レイでございます。はい、やっていきましょう。地球防衛軍 4.1、ちょっくら地球を救います。シーズン3、第70話、山岳解放戦からやっていきたいと思います。それでは、今回もよろしく。よろしく。はい、第70話、山岳解放戦。山岳地帯に巨大生物が集結中、かなり広範囲に分散していますが、驚くべき大群です。直ちに殲滅作戦を開始。なお、ドラゴン型の姿も確認されています。十分注意してください。ドラゴン、まあ空飛んでくるっていうこと、まあどちらにせよ多分、まあ対空兵器は必要かなということで、ちょっと僕はいつも通りの、リボルバーカスター。うわ、スタート何から来んのこれ。わからんけどな、来るっていうか、来た。雲だな。雲か、スタート雲がいるな。もうちょっと機銃装とプラ撃っちゃおうか。うん。あ、なんか、あれだね。ん？場所にいる感じだね、これ。あ、点々としてて。点々としてて。あんまちょっと喧嘩売るのは良くないってやつか。ってことは。ごめん、機銃相当プラ撃っちゃった、たくさん。うん。すごい撃っちゃったね。これ、たくさん喧嘩売っちゃったかな、これ。もしかして。目の前の雲だけが来るといいけどね。他のやつ来たらもうどうしようもないね。そうだね、ちょっと。一個ずつやっていこう。あっと、地味に雲厄介だな。3000ぐらい持ってかれた。うわ、糸こんな強かったっけ。ちょっと待って、やば。あー、ドラゴン来た。ドラゴンか。なんか攻撃力すげえダメージ受けんなと思ったら、ドラゴン喧嘩売っちゃってた。うわー、やばいかー。シュワッチ、いやー、広い子。あ、クロアリも動いてら、よく生きてるだろうと思わない。あー、ダメだー。確かに減り方がすげえ。左上だ。来たよー。人、ジェラガン。あら、意外と効いてる。雲が反応した。マジか。雲はじゃあ俺機銃で頑張るわ。登ってきたやつはとりあえず機銃で落とす。オッケーだな、ドラゴンはもういないっぽいな。オッケ
あとは雲をやっちゃえば。そうだな、これあんま近いところでこう戦わない方がいいや。雲あと1体。あっいや、ベガルトあれだ、やっぱ近いとダメだ。遠くで攻撃してよ。じゃあその上にいてくれ。オッケー、ドラゴン来たよ。どこだ。下がって、やばい、至近距離かも。こっちに来ることを祈ろう。そっちに行ったらもうおしまいだわ。来た。さあ、あれ、雲残党いたの？おお。オゲ。すげえな。うお、またいった。もう1、2体いるっぽいんだけど、やれる？どこだ？飛んでんだ、今。飛んでんのね。あ、そっち行ったわ。はいはい。どこだ？まあ一応、ウィングダイバー隊がいるから、最悪撃ち落としてくれるっちゃくれるんだよな。そういうこと言ってんなよ。ごめん。あれ、いなくないか？やったわ、もう。ああ、ありがとう。すまんすまんすまん。やったのね。これは失礼いたして。見失ってる場合じゃないんだよ。さあ、次だ。どこ狙う？まだ上にいる感じ。うん、あ、一段降りようじゃ。さっき下の雲をやる前に、だからアリか、赤アリか。次が赤アリ。あれか、明かり。やっちゃおうか、明かり。そしたらやっちゃってくれ。 OK。 機銃走者、近寄らせることすらままならないぜ。どうだこの威力。やー、余裕や。余裕だね。よっしゃ。オッケー。じゃあ、リボルバーカスタム新しいのを呼んでおいて。よいしょ。あ、雲動き出したな。マジか。うん、もうなんとか対処しき。あら、どうした。結構いろんなところからおくもちゃんが来てるね。おくもちゃんって言わねえか。あぎれー。そういう時はもう一つの、よいしょ、リボルバーカノン。ドラゴン来たよ。はいよ。
ちょっと下がろう、後ろへ。背中は渡さん。さあ、こうなってくるといよいよ厄介だからな。味方をおとりに味方もろともやる戦法でいるから僕は。なるほど。いやー持たなかった。奇獣相当。無論君のベガルタも例外ではない。いや、いてえ。お前マジか。あー、おー、よかった、自分の出した奇獣相当だ。あー痛い。痛。いや死ぬ死ぬ死ぬ、おめえので死ぬ。知らねえよ、こっちが死ぬからやらなきゃ俺が死ぬんだよ。もうなんちゅうこと。あー、あーよかった、リボルバーカスタム溜まってた。よいしょ、呼んどこ。あー死ぬ。よいしょ、避難。なんか赤いやついない？赤いやつどこ？黒っぽい、なんかマジで。ああ、ほんとだ。おお、あ、やった、やってない、やってないか。あ、ほんとだ。あ、あ、え、こいつか。どっからともなく黒アリ現れたんですけど。黒アリですか、これ。どこの黒アリこれ。あ、ほんとだ、ほんと黒アリやってきた。なんだこいつ。いたたたたた、あ、あ、いたいたいた、赤いの。待て、赤いんだって、俺だって赤いんだ、勝負。ただ勝負っつってんのに背中、わあ、うっそ、火強すまん。ジェラガンを打って、あー、ダメだった。あ、ごめん、俺の、お、俺のスピア当てちゃったかも今。あ、そう。すげえダメージ受けたんだけど。あ、俺のスピア当てたな。じゃあ、おー、やった、ナイス、すげえな、ありがとう。いよいよ俺できること少なくなってきたんだけど。あ、また来たんじゃない？マジで？ほら。マジか。ちょっとゼラガン置いとこう、せめて。そして、ミサイルポットで頑張るしかない、あとは。来たー！よし、いいぞいいぞ、おとりになれ。あー、なかった。大したおとりもなれやしね。こうなると辛い。うわ、これちょっと数やばいな。まさかまだもう一波来たとは。オッケー、次ドラゴン第2波だったはずなの。来た、第2波。あ、じゃあこれでいいや俺。ああ、ちょうど背中がなんだろう、崖で。少なくとも正面以外からの攻撃はほぼ、まあ、上もあるけど。あ、これありだ。ああ、俺要塞になる、これから。いたいたいた、あ、ちょっといた。ちょっとあなた横につくのはずるくないか。こっち側にも嫌がるのは。あと1体か、あと1体だけど。ああ、下の黒アリが上がってきちゃった。マジか、やってくれ、頑張るー。おら、ああ、ダメだった。なんでライフベンダー今置いた。赤アリまで来た。あ、ライフベンダー置いてくれた、俺回復するわ。じゃあ、あ、頼むわ。あ、赤アリに噛まれた。でもこの分は大丈夫。あ、アリが回復してる。え、うそ、わーお、わーお。花火が、花火が、でっかい花火ぶち上げてる。やっぱライフ面だ。そうか、近いか、敵も嫌なとこ行っちゃったな。そしたら
それよりもまさかこんなにみんな反応してくるとは思わなかった。ああ、もう総攻撃だもん相手も。総戦力みんな来たもんな。奇跡の生還。ライフベンダー。やあ。ダメだった。あれもうベガルタ、あ、まだベガルタ生きてるの。ベガルタは生きてる。うわ、ドラゴン来ちゃった、やべ。ちょっと待て、そらまずい、そらまずい。うわあ、やばいやばい。降りたとこをまた噛まれる。切りないよ。シャレになれ。シャレにならねえ。シャレにならねえ、マジで。うわわわわわ。こんなマジの、うわあ。すげえ攻撃だよ。ああ、ダメか。続行、ゴー。バラムリベンジ。さあやっていこう。なんとかバラムでうまいことやりたい。うん。え、リボルバーカーさん呼ぶの遅れた。まあいいや、はい、次。スタート俺ポンコツだからもうそこは。うん、ほっといてくれ。オッケー。早く早く。あ、もうちょっとゼが打って置いとこ。あ、やばい、変なとこ行っちゃった。まあまだ、あ、来たね。来たね。どこだ。あ、見えた見えた見えた。いた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 。すげえ、なんか軽く要塞化してるけど。想像以上のゼラガンの強さなんだけど、これ強い。結構この周辺いると何も来ないんだけど。すげえな。だとしたら俺持ってきて正解か、これ。あれくない。うん、これ一撃。何してんだ。まあ後で助けるからいいや。それは君のゼラガンが消えた瞬間だった。なんだと。雲もう来てるし。もう、よしよしよし。味方も結構優秀だな。まあ足せなくていいっすよ。あ、そう、うん、じゃあ先に虫たちをやっちゃってください。オッケー。今回はしっかりバラム状態で死んだから、バラムの溜まり具合も見れるし、それは助かる。よいしょ。よーし。なんで俺の周りに置いたんだよ。なんか集団墓地感が出るでしょ。まあ見てなって。なんで俺の周りに置いたんだよ。来るかな。あ、来たね。じゃあ、はい。
一斉に起動した死体を守るんじゃねえなんということでしょう、自動で墓盛りをしてくれるんですバカじゃ、バカじゃない何が自動で墓盛りだよいや、バカにしてるなぁ。いやー、早いね。自動で墓盛りって。早いな、玉切れが、しかし。消えてった。踏んでった。男は踏んでいった。よいしょ。おー、クリアだったか。割と余裕だな、ここまではとりあえずは。とりあえずは、うん、やばい。あれ、一匹こっち来たな。よし、ナイス。とりあえず谷を降りないで、今のうちにもうやれるやつやっといて、うん、で、バラも垂れてだな。谷降りずに昆虫は全部やっちゃって、うん、バラも食べると。そうだね、でちゃっかり俺もガンを貯めておくから。あかりさんがやってきた。うるあ、やばい、もう切れたか。あぶね。あ、おい、マジか。今助けらんないから悪いけど。グッバイ。おい、マジかよ。はい、そのまま飛んだ。大変。あぶね、飛ばされるのはごめんだせめてどこ飛んでいくか分かんねえからな。とりあえずまずはちょっと、あ、やべ、あ、やべ、どう、溜まった、だいぶ。あとちょっと。じゃあ次の団体集めやりゃいけるか。うん、うんうん、あ、いるえよよっしゃ、さあ回復取っとかなくて大丈夫。結局のところ多分取り行く余裕がない。あの、降りたら来ちゃうから。ああ、まあ、ここら辺にある回復もねえしな。うん、でもしょうがないかなっていう感じ、どちらかといったら。なるほどね。じゃあミサイルポットでちょっとおびき寄せるんで、またオッケー。どうこうかな。あ、それは甘いかあ、なにこれ、もうストックだった。ストックよ、あの、もうこっちリボルバガノンゼロだから、次に備えての用意してた。オッケーオッケー、うん、そのリボルバガノンがゼロになった瞬間、君は大変なことになるぞ。しかしあれだな、呼ば、来ないな。あんま行きたくないんだけどな、そっちへ。そっちじゃん、え、そっち、え、そっちか。うん、あ、一番奥の雲か。とりあえずミサイルポット打ち込んでなんとかするんだけど、
ギリギリロックオンの射程外なんだな。降りれない、降りれない、頼むから。降りない降りない降りない。あれ行かないな。遠距離武器を持ってきてないからな。前でもできたはずだからもうちょい行けばなんとかなんじゃん。え、そこ降りて大丈夫なの？ちょっと怖い。ギリギリのところまで結構行ってるんだけど、なかなか。こっちの方まで、こっちの方行けばいいんじゃん、ここら辺とか。おお、来ちゃった、ごめん。来ちゃった、やばい。あ、ちょっとすべて俺、すべて、はい。あ、これやばいか。そのバラム、あれ、そのベガルタ俺にくれ。ちょっと今そっちに持っていけないから乗ってて。うん。俺の、俺の。すべて俺、あの、ガンは持って、あの、使うから。あ、早い。あ、いたったった、やっぱこれきつい。新しいベガルタどこ？あんな遠くに置いたっけ俺。申し訳ねえ。いや、しょうがない。これはもうどうしようもなかった。敵が来ちゃったから。とりあえずできる限りやってみる。もうほぼ絶望的と言っていいけど。無理だ。早かった早かった。まあ、とりあえず最終的で。うん、めっちゃ連打してる。めっちゃ連打してる。ギリギリのタイミングで置いたゼーガンが俺を助けてくれた。そして死ぬ。最新型の BMO3 ベガルタリボルバーカスタムと ZE ガン10によりドラゴンを撃ち落とし続ける作戦を思いついた軍師レイ。赤く染まったドラゴン型の足に苦しめられ続けたウカレイズは生き残ることができるか。次回、対空戦術、君は時の涙を見る。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。